東京音響ホームページをご覧の皆さん、こんにちは、コロッケです、この度はですね、もう皆さんもご存知かと思いますが、もう私、ちょうど向こうの方に、仙台、石巻の方に行ってきましてですね、いろいろ思うことがあって、皆さんも多分いろんなことでですね、お力添えをいただいている方も多いかと思います。で、自分の中でいろんなことをやりたくてですね、今回モノマネキャラバンという、6月の2日ですが、モノマネのチャリティーコンサートをですね、渋谷の CC レモンホールで、やらさせていただくことになりました。これはモノマネ芸人がとにかくたくさん集まったですね、今回の東日本大震災、こちらの方にいろんな部分でこう支援をしたいと、そして復興に向けてまた応援をしていきたいということで、私が発起人として、やり始めましたので、ぜひ皆さんもですね、ご協力いただければと思います。で、コンサートの中は、とにかくモノマネ芸人、ほとんどぐちゃぐちゃなやつしかおりませんが、とにかく面白いやつが全員集まっております。はっきり言います、本物は一人もいないです。ご本人はね、全部モノマネなんで、偽物ばっかりでございますが、楽しんでいただけると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。そしてチャリティーコンサートの中では、またチャリティーオークションという、モノマネいろいろ使ったやつとか、いろんなものをね、出したいと思っておりますので、それも参加いただければと思います。ぜひ皆さん、よろしくお願いしたいと思います。ご本人がいらっしゃらないんで、だったらやっぱり物前で他の方で、ご本人私が皆様に、ね、呼びかけたいと思いますので、まずは三河健二さん。三河です、来るのよ。一人でやってると結構辛いものがあるんでございますけどね。そして志村けんさん。あなたのモノマネはあなたしねえけどよ。で、みんな集まるっていうから、みんな来るだろ。こんな感じで。でも、いろいろモノマネ芸人がいっぱい集結して、皆さんに楽しんでいただけるチャリティーコンサートにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。コロッケでした。